今のヒゲダンがあるのは、うん、この人のおかげと言っても過言ではない。へー。はい、どうもこんにちは、スタバンドチャンネルへようこそ、レンです。はい、登録者1500人突破ありがとうございます。カイトです。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいね。いや嬉しい。ペースどうした？いや本当に急に急に伸び出した。だって1ヶ月で500ぐらいじゃん。うん、1000人いくの3年ぐらいかかったら。いやいやそれはシーン内緒で。おかしいおかしい。いやでもありがたいことだよ。いや本当にコメントもだって1個の動画で50件近くいってさ。確かに確かに。急になんか楽しくてしょうがないんです。編集してんのね。編集してんのもコメント返すのも楽しい。うん、で最近僕らヒゲダンの動画ばっか上げてるじゃないですか。うん、で歌、ギター、ドラム、歌、ギター、ドラム、歌、ギター、ドラムって上げてるね、ずっと。いや、かわいそうだと。かわいそうって申し訳ないよね。そう、申し訳ない。できない。できないのし。いや、そうだ、歌だし、ギターだし。専門外のことをちょっとよ、ね、外から言うのは、なんかちょっと、そうなんですよね。お前、やったんかって言われちゃうからさ。コメントにもね、ベースやってほしい。いや、そうだよ。俺もそう思うよ。いや、俺も見てて、絶対思う。で、ベースの、まあ、専門家でも、プレイヤーでもないんだけど、うん。ベースのことを語ろうと思って一生懸命聞いたら、おどうしても語りたいことが出てきた。あ、出てきた。出てきたっていうかね、やっぱね、すごいわ。いやすごいっすよ、結局。うん、長崎さん、長崎さんの、長崎さんのベースを分析していきたいと思います。はい、曲は何じゃん。曲は、ヒゲダンのデビュー曲、ノーダート。おー、ノーダート。ノーダート。ノーダート。はい、ということで早速、はい、ベース分析、はい、やっていきましょう。で、この曲のアレンジが、七崎さんの楽器歴から来るアレンジになってると思うんですよね。あのっていうのも、ベースとサックスがすごい光ってる曲なんですよ。あ、確かに。まあまあまあ、そう感じる。すごいノリのいい感じの曲ですよね。動かしたくなる感じ。で、ベースなんですけど、一曲通して同じようなフレーズを演奏してるんですよ。でそれをなんでかっていうと、音楽的に言うとリフレイン、まあリフですよね。ギターのリフって言うじゃないですか。あれリフレインのことなんですけど、同じことを何回もやって、でそれが大事だよって教えてくれてるんですよ。で怪しさとノリの良さが感じられるベースフレーズなんで、ちょっとそこを意識して、あ、その何回も繰り返してるリフレインのベースフレーズ、ベースフレーズ意識して一回聞いてみようか。じゃあ、はいはい、ほっ。ずっとこれね、このフレーズをずっと一曲通してやってるんですよ。そうだよね。もうノリの良さと、まあ要はここが大事ってかん、あの言ってくれてるところだから、これがリフレイン、これがリフレイン、確かに、まあ、ここがめちゃめちゃ重要ですよ、この曲においてってところですね。メッセージ性感じるね。感じるでしょ、うん、やっぱそのベースの動き的にも、その怪しさ、しかもベース単体で聴いてもすごいノリの良さが聞こえてくると思うんですよ。他の楽器単体だとこのここまでのノリの感じは出ないと思うんですけど、やっぱベースならではですよね。そこのノリの重要さを出せるっていう。確かにこの曲はベースだけ聴いててもめっちゃワクワクワク、めっちゃ乗れる。で次、ここすごポイントなんですけど、はい、今回ここすごポイントが息長、あ、長いの。長い。めっちゃ説明します。この七崎さんは、このバンドにバランスをもたらしてる存在。まあこの曲で説明すると、このノーダウトっていう曲はすごいブラックミュージックの要素が強い曲だと思うんですけど、はいはいはい、あ、好きだもんね。ヒゲダンが出てきた時もすごいブラックミュージック推しの人たちが出てきたって言われてたんですよ。あ、そうなんだ。このノーダウトを聴いて。そう。へー。でブラックミュージックの特徴は、ソウルフルな歌声と体を揺らしてしまうような強いビート感。あ、まさにだ、ね、まさにですよ、ね。このノーダウト、すごいブラックミュージックの良さ強いんですけど、そこと J-POP とのバランス、J-POP の特徴って 何かっていうと、とにかくメロディじゃないですか。で、このベースのラインが、ベースの役割も果たしてるんだけど、伏線率にも聞こえるような、ドゥルルルルンか、デデ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 、なんかメロディー感もあるじゃないですか。あるあるある。いや、ここがしかも、ベースの役割とメロディーとのバランス。ああ、ね、確かにそうだね。バランスの人なんですよ。確かにブラックミュージックをゴリゴリに押し出しても、日本だとやっぱ、ん？ってなるじゃないですか。
やっぱそこの調和取れんのは、うん、このベースの役割が大きいんじゃないかなと。はあ、すごいリフレインっていうなんかすごい一緒のことを繰り返すみたいなことをしてながらもその伏線率と、そう、しかも、うん、ずっとメロディーを演奏してるようなもんなんですよ、はいはいはい、リフレインで。で、うん、このベースが、うん、さらにメロディーを、メロディー、まあ、歌のメロディーを食っちゃうんじゃないかってぐらいメロディアスなところがあって、へー、サビの二回し目なんですけど、うん、ベースがね、ハモリのラインに行って、うん、すごい気持ちいいんですよ。ここを聴いていただきたい。ベースがメロディーをハモるの？そう。全然注目して聴いてないから分かんない。いや、ここは、あ、ここねってなる。絶対知ってる。ライブ音源の CD で55秒あたりのところ、うん、サビの二回し目、ね、うん、のベースに注目。はい、ベースの動きに注目。はい、こんな動きしてるの？こんな動きしてる。あー、これは気持ちいいね。これ、しかも絶対聞いたことあったでしょ、うん、聞いたことあった。絶対気持ちいいし、気づかなかった。ベースで一番目立つところ、うんうんうん、ベースでハモってんだね。ベースでハモってる、まあ、やっぱどうしてもメロディーを押すんですよ、この方。うん、メロディーを押しながら自分もこうちょっとハイフレットの方に行って、はいはいはい。しかもベースとしての役割も失ってはないじゃないですか。いや、そこのバランスバランスバランス、いやー、今の面白かった。気にしたらめっちゃ、ね、入ってきたでしょ。聞こえた。やっぱさ、ボーカル聴いちゃうんだよ、うん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 、ベース特にやっぱあんま集中して聴かなかったから。ベースって、まあ、バンドの中でも一番音的には目立たないじゃないですか、うんうん、でも分かった時の今の聴けた感じのはやばかった ね、うん、うおーってなった。いや、今回結構深いですよね。やってこう、ベースさっき、いや、これはやんなきゃダメっすね、ベース。これは面白いということで、今回はオフィシャルヒーランリズムノーダウトのベース分析、念願のベース分析でした。深かったっすね。面白かった。面白かった。よかったよかった。やっていこう、これから。はい。はい。いや、もうベースのこの曲欲しいみたいな。この曲の分析してほしいみたいな。リクエスト、ね、コメント、リクエスト、うん、ガンガンお待ちしてますんで、ぜひぜひコメントでね、もう彼がベーシストだ。ベーシスト。ベーシストとは言わない。ベーシストでは違う。いや、深く深く分析してくれると思うんで、はい、ぜひぜひコメントお願いします。あとね、ちょっとでもためになったとか面白いって思った方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。またね。ここ最近で一番。あ、本当に、うん、あ、よかった。一番、なんだろう、この動画やっててさ、うん、あの、ただ聴いてるだけっていうところに感動があるのが結構好きです。はい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 、はい、意識を変えて聴くとこんな感動があるみたいな。いや、まさにでしたね。それだった。今回まさにもなんかやってるけど、視聴者目線で、うん、感動した。そうそうそう。それはよかった、それは。これはチャンネル登録するわ。